お疲れっす。です。たった今、小倉のミッドナイト橋本さんとの車検バトルの中継が終わりました。最終日、最終レース見せれたでしょ。まあまあ。いやいいでしょ、あれぐらい。やっぱ見とったもんね、二人ともね。ありがとうございます。いやでも本当ね、俺さ、あの中継の時も言ったけど、俺本当思ってるんだよ。やっぱ、人間関係の相性ってあるでしょ。うん、俺言ったら橋本さんにもさっきも言ったけど、11時にどっちがいいですかって言われて、俺はもうほら、任したけど、はい、本当にどっちでもよかったんだけど、どっちでもいいですよ。はい、どっちでもよかった。橋本さんが12っていうのにこう、従ってガツガツしないでさ、呼ばれたら頑張りますの、丁寧。って思ってるから、本当に、うん。で、今日選んでもらって、決勝、立部が頑張ったよね。いやー、よかったっす。山本に行かせないで。はい。あれが全てです。ね。満車券、何人の人が見てくれたか分かりませんけど、YouTube の中継で満車券ゲット。4月21日だよね。はい、21日。僕らの初めての YouTube、はい、函館ミッドナイト YouTube 生ライブ。もうだからあと15、16人ぐらいも決まってない、もう9人ぐらいか、あと、はい、この前の告知のやつがあれ、まあそっか、あれだよね、もらったもんね。はい、うん、またそれもなんか行ってみようかなって思う人がいたら連絡ください。はい、そんなの大幅に人数いっちゃうことも多分ないと思うけど、まあなんか調整できるよね。なんか適当に何かなっちゃう気がします。うん、明日から小田原です。あ、本当、あれ、ごめんなさい。小倉経理の皆様と、橋本さん、ありがとうございます。また呼んでください。ぜひお願いします。よし。小田原です。明日から。はい。杉森治ってるね。治ってる。まあまあ。明日、自力番組の天貝は、玉野で値段を捉えてんだよな。中途半端な追い込みじゃ値段のことを捕まえられないもんな。うん、調子いいんだよ、我が家も。うん、で、あとは、山下いいな。山口県の山下ね。あ、一気っすね。そう、あれ、この前まくり出したよ。で、あとは、小笠原は、俺結構いつもまあまあ追っかけちゃうんだよ。うん、っていうのはやっぱ俺この手のやつは大物食うんだよな。うん、壺にはまれば出してやるから、はい、パーン一発食らしちゃって。で、この前ね、岩本にね、迫ってんだよ。まくれなかったから。はい、純潔伊藤で。でもワンチャンスパターンとしては前の方に行って、うん、残り一周からドンドンって行って、あっちの方行けばっていう。小笠原、面白い。福永と被るんですよね。なんかスピードあるからね、はい、小笠原。このさ、石川裕二、はい、この高知の最終日すげえ伸びたね。うん、伸びてました。俺1着外しちゃったんだけど、まあ、小田原だからな、簡単じゃないけど、そうっすね、前回伸びてるっていう部分で言ったら石川、茨城の、はい、森安爆伸びしてました、確かこの前ね。いや、森安いいよこれ。あと一足も後ろ競ってた橋本類だけどまくっちゃったのが前な。一足もいいんじゃない？一足、うん、一足いいと思うよ。まあ三だから俺が好きなタイプの直線ビューって伸びてくるまくれない後ろが突っ込む、そういうのがまあ期待できないんだよな。はい、まあ、うん、それがちょっと少し厳しいところあるけど、まあでも推奨は毎回いつも活躍してくれるんで参考にしてください、ぜひ。小田原、明日は5レース、5レースいきます、はい、5レースね。松坂、桐山、小菅、926、津村、藤田健治に前田義和14%、はい、石塚に神田康介に山崎357、
で、これ今も言ったけど、小田原さんさんってさ、まあぐずるやつが逃げるでしょ、はい、で、500は逆にいつもぐずらないやつがぐずるっていう、うん、やっぱ俺あるじゃない、バンクに、はい、まあさすがに逃げちゃえば石塚が、まあ、簡単にはまくれないでしょ。まくれないっすね。ねえ、まあ、津村怖いんだけど、まあでもまあ神田はこのとこいいね。神田すげえ安定してます、ね、なんか、うん、先行だったら石塚が、これはまあ神田はいい、ただまあ石塚があんま良くないでしょ、うん、石塚良くないっすね。奈良ひどかったっすね、この間。でほら、この前のさ、別府のウィナーズの最終量で目標いたかったんじゃなかったかな、これな。ん違う、福永ですか。あ、石塚、石塚、福永使ったんじゃないですか。そうだよね、多分ね、はい、で、その前の3場所前、小倉の平も644だから良くないんだよ、多分な、うん、まあ、とはいうもの33だから早めに行ってしまえば一瞬が行っちゃえばゴール前でしょ、はい、ただほら、アナトーはこういう展開を考える、うん、どうなんだ。いやー、松坂は追加で入ってますけど、どうなんですか。怒ってる前回ね、確か失格して地元さんもありますね、桐山は中心の話になるのかなと思いました。この前の奈良の2日目、まあ、目標言えばまあいいよね、うんうん、まあまあまだ自力の時はもうどうしようもねえけどな、このクラスになっちゃうと、うん、はい、うん、そうっすね。どう、俊介、津村がどうっすかね。ツボにハマった時やばいんだよな、はい、よ、この位置のまくりもな、一着結構取れる。うん、そう、まあなんかあれだよね、ザ一番下の選手って感じするよね、はい、その並びで最終バック迎えれば1にもチャンスあんのかなと思いますけど。で、藤田健二がまくった時に口開いたりする可能性もあるし、はい、まあこうやって予選クラスをね、僕らが展望するっていうことで、まあ明日俺も俊介も予想を上げますよね、はい、まあこれで2355差書いてないと、はい、いうことです、とりあえず、はい、まあそこは言っときます、はい、だからもう破っちまえばどっちかなんです、うん、単純に。でもちろん53より35の方が売れるのか、どっちが売れんすかね。両方買いたくねえけどな、はい、うん、前も言ったけど神田浩介っていう選手はもう俺はもう相性がとにかく悪くて、うん、変な風に番手の仕事をやっていなくなっちゃうレースっていうイメージもある。ただまあ明日予選何度も言うけど3号で早めに行けば5は抜け出すかもしれない、はい、松坂がちょっとしょっぱいから。そうですね、これあれだね、あの33じゃなければもう1331レースだよね、うん、まくりまくりっていう、はい、三三っていう部分で言ったときに桐山が有利になるかっていう。プラス落車明けのどんくらい戻ってるのか。まさか。はい。そうだね。小菅も落車明けなんですよ。本当だ。二社とかになっちゃうともう結構厳しくなっちゃいますよね、桐山も。小菅なんてだってそもそも落車しなくたってあんま用事ないからな。なんか、はい、ずっとおかしいんだ、うん、最近。はい。桐山。昔ね、吉野さんがさ、うん、まあ、まだ生きてると思うよ、生きてると思うけど、結構前だよ、10年以上前ね、松戸で出待ちしてて、はい、桐山いたの、はい、怒られる顔分かんなかったから、はい、吉野さんが、すいませんっつって、あの、どちらの選手ですか、お名前教えてもらっていいですか、なんでですかって言ったから喧嘩になるだろ、なんでですかって。いやー変わってます多分。俺今でも覚えてるよ、真っ暗ナイターの出ましよ、しかも真っ暗い中、ちょっと敬語使ってね、あんなガラガラ吉野さんがすいませんって丁重に言ってんのに、なんでですか、
頑張れよ桐山な、うん、頑張ってくれ。明日松坂行くしかない、うん、本命を信じますか3553、それとも石塚がなんかおかしい、うん、で前回奈良も33でダメだったんです。そうなの、33苦手説あるんじゃないかなと思ってんす。じゃあもうどっちか行きましょう、うん、っていうふうに思いますよ、うん、どう？いいでしょ、ねえ、はい、もうしょうがないよ、だって353って俺らの中には解明ないんだから、はい、うん、藤田がいなくなっちゃうかもっていうのは藤田がダメってこと？あのね、踏み出しが悪い気がする、うん、藤田健二も、うん、どうでもいいとこの盾はあるかもしれないけど、あんまりダッシュ系で津村もダッシュあるから、うん、特選ですよ。みんなが大好き深谷智博出た、松井、はい、やる気あるのか軍事松井幸雄じゃない、松谷ちょっと直り気味、増木純平9番3番、新田に森沢に香川1人、さあまずね早速だけど新田は疲れを口にしてるよ、中2日で体調面は変わらず、意味わかんないだろう、中2日で体調面は変わらず練習をやった疲労感はある、どっちなんだろうな日本語として成り立ってないよな、なんか長すぎる話を変に切ってるからそうなっちゃうから、うん、本人はそんな言い方してない可能性ありますよね、うん、でこれに関しては例えば、ね、俺はもうやっぱ松浦いて平原君いてね、町田いて井伏いて、まあ、まあまあの死闘じゃん、はい、死闘を演じて中3日、はい、月下は水、うん、今日何曜、水曜、中2日じゃん、はい、でやっぱねこうねさ体調も一つや二つ悪くなるよね、悪くてやっぱ気が抜けますよね、そう、うん、あの死闘をやって、はい、こんな眼首揃って難関並ばれちゃってどうすりゃいいのってなるじゃんやっぱ、はい、で後ろの森沢はまだ、あ、でも意味わかんない、家のことでやることがあってって家の用事が忙しくて練習ができてない、落ち込んでたんじゃないですか森沢が、あ、中田健太君にやられて、はい、いやまあだからそういう部分で言った時にまあ割引く必要はあるかもしれないね、闘争心って意味で言ったら、いや単純さっき言っても思うよ、やっぱあのメンツで人をやって中2日で小回りバンクでね深谷を用意されちゃった松井こういう相手にどうすりゃいいのよっていうか、ただやっぱこの存在まさに、いやこれはね競輪を日々見てる人は見逃してないね、立川決勝見てないの、ダメだね君たち、いや見てます、見ろよお前この野郎、立川だよお前バカ野郎、何の話だよ今年で、ね、ちょこう3日4日、うん、いつ、ああのほら松井こういう相手に橋本類連れてこう見ましたってさ、はい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 、見ましたよ、ダッチの方行っちゃってさ、でほら残っちゃうじゃないあれ3着に、ヘロヘロであれ残るんですね、結構ヘロヘロでした、で橋本にも踏むでしょ、はい、決勝で関係なく、はい、あれ内藤さんついてくれば、松井こうに内藤がついてくれればまあ松井もいなくなるんだろうけど、はい、やっぱりそのいつ2月か宇都宮で橋本に優勝取らせてもらって、橋本に行けなかったけどもお返し、お返し、やっぱり競輪選手はね、うん、マスギの3着がなかったです、もうお返し、恩返し、俺も俺はないと鳥取か、鳥取がいけないんだからそこな、うん、さあだからこれどうですか明日新田のこれはあんのさすがにないでしょ、いやさすがに、もう近いしいいでしょ、安全運転ですよ、特産だし記念取ったしもういいと思います、今回は恐怖ないと思います、さすがにお腹いっぱいでしょ、うん、だもうこれはないんです明日は、うん、これ考えたら明日はもう他の時間あと3日足んないから、うん、まあ、明日考えなきゃいけないのはマスギがね深谷と戦うかどうか、戦うのか、
もう行かなきゃしょうがないから行くみたいなのはありそうですけどね。そうすると、まくっちゃうんじゃないの、うん、いやー、まあなんだよ、疲れてんのにって言ったじゃんみたいなさ。バカって。バカって言わねえか。まあもしくは、もう、深谷はね、苦しめる的な森さんのためにみたいな。ないっすかね。言ったか？はい。茶番的にどうなのか、前か。こっちが前だと思う。そっち前です。で、真ん中になるようでしたら、でもね、はい、真ん中だったらないな。ない、真ん中だったらやる。後ろ攻めになっちゃった時に、はい、なんかこう、上がってきて、ただじゃ終わらせないよ的な。そう、ただ下がりできないで、はい、だそこがもう、このとこずっと折れて、新田がわけわかんない。いいんだけども、頑張ってんだけども、わけわかんない。今日はやんないよなって思うと余計なことやる。まあ、マスギはいいよね。うん、だ新田がまあおかしなことやらかすとワンチャンス。はい、どうマスギ。いや深谷がでも死にかけだったらマスギきついでしょ。できれる？うん、うん、死にかけだったらもう誰も無理だ。でも死にかけだよ明日。死にかけだったらまくれない。ただ新田がさっきも言ってしんすけ言ったように後ろ攻めになっちゃってわけわかんなく後ろから上がってきてこう揉めちゃうとねとかいうことだけど、逆にもちろんマスギが後ろ攻めでこうなんか揉めちゃえば新田がまくるだけなんだよな。ただどこまでそれをマスギがやるのかっていう、まあでも一つねこのさ深谷のさ直近12場所のバック数26本、マスギ23、松井浩二28、深谷がそんなにぶっかけてるイメージがあんまないんだけど、行かねえ時のひどさと行ってる時のバランスが悪いからあんまりこっちに伝わってきてないんだろうね、一生懸命さっていうのが。いやなんかもう全引きしていけないイメージしかないですけどね、最近すごく損してる選手だよね、うん、ファンに対して、はい、前回なんかひどかったですからね。昨日もツイッター暇ながら見てて、奈良ひどかったじゃん深谷。ひどかったっす。でもコメント見てたのずっと、やっぱすごいんだ、いつもいい時ばっかじゃないから仕方がないとかさ、したら最後にすんげーキラーなコメントぶっ込んでる人がいて、はい、もういつも通りしょうがねえなお前はぐらいのこと書いてあって、その人のさページ入ってたっけ、すっげんだよマジで。もう他にもですか？それ出る？俺めちゃくちゃいいのおっしゃったもんマジで。深谷のなんかダメダメ全然でしたみたいなツイートですよね。で最初まあまあいいんだけど最後の方にすげえぶっこん、ちょっとワンフレーズぶっこみで、でその人のツイッターを見たらもう文句しか書いてないんだよ。でもその文句が競輪知ってる人の文句なんだよ。これからランランレイマーチュピチュみたいなやつか。そう、マナシャラテでこの成績あっという間にチャレンジグラッシー違う、 KKAM って言ってる。 KKAM とか。お疲れ様でした、話にならないぐらいダメでしたね、がっかりですでこの人のページに入ってみたらすんごいよ、こう切ったこいつマジすごいんだよ大変だなこれ。えこれか100点みたいな、すごいですね、よく見つけましたね、すごい。これでもこれ本当俺はこの人擁護する気がないけども、ちょっと話はそれちゃいましたけどね、言ってる言う気持ちは分かるっていうレースやってる、みんな言ってる人は、言われてる選手は、例えばこの添田隆二ボケからてめえオッズ見てらしいやがれ、あんな海に突っ張りすぎて何がしたい、引けよ、頭ありすぎていつまでもチャレンジなんだ、後ろなんか気にすんな勝てみたいなこういう人はちょっと面白いと思った、うん、話は飛んじゃったけどね。すごいな。どうですかじゃあ明日は。新田は、マスギを当てにしたいところだね、やっぱね、うん、どうしても。
まあ、杉俺疲れてるから頑張ってくれよと、やってくれればまくるからって、うん、ね、深谷が誘導の車間切って突っ張りができるかどうかそこだけじゃないですか。なんか、まあ、杉がぐーっと踏んできたら狂っちゃう気もするな、はい、でそこもちょっとで、マークじゃないから、ここもなんかこう、深谷がよからぬ、変な動きをすると、こうなんかこう、踏み遅れて入られたりとかっていう、そういう心配はある。ただ、あれだよね、これはほら、もうメンバー見て、得点点も前から分かってて、こう並び、こういうふうに並ぶって分かってるだろうから、準備はしてるだろうけどね、軍事どうかね、軍事。最近見てなさすぎてどうなのかなって感じですね。ここに向く、まあこれもだからね、まあ青毛書いてあるウィーナーズカップは噛み合わなかった、そこを修正して平塚に向けて、平塚ダービーに向けて練習やってきた。で1本休んでんだよね、ウィーナーズのあと4日市、はい、でずっと良くないじゃん、うん、その辺どうなのっていうことは何も聞いてない、うん、書いてない。まあすんなり番手まくりすれば、番手まくり深谷と松井どうだっけ、やったりやられたりってある？深谷と松井、いや、なんかあんまイメージないですね。深谷と松井かねえか、あ、まあ、出てねえんだな対戦成績、うん、まあでも深谷は明日はもう後ろのために走るよね、うん、でそれに対して松井が答えられるかどうかもあるけど、はい、あとは松井がやっぱり言ったじゃない、松井が見せるかね、はい、吉田陣平に気がないな、この間スコーンと落ちた、玉野も良くなかった、その前の、はい、あんまり酒井よりはねちょっと、まあ、ついていけないレースもあったし、はい、でこれあとはもうだからもう松井がやれればもうやっぱりか、うん、やっぱりもういいよって、ね、なるけど、なった。今日、砦の決勝、見た？はい。予定通り飛ぶ拓也みたいな、うん。まあ、負けるんだね、ああやって、うん。なんか、イメージ湧いてましたけどね、ちょっと。負ける、ああいう感じよくやりますよね、拓也、うん。立川もさ、立川も最初決勝も。はいはい、あ、そうそう、坂本ひろみがいて阿部拓磨いてさ、はい、坂本と阿部拓磨の二段掛けみたいなのまくれないんだから、はい、3着届いちゃって、で俺はこのやっぱね許せないのはね、このやっぱね、なんだろうな、この小林玲君逃げちゃうの、いや、もう何で逃げちゃうかな、もう分かんないんだよ、地元だから逃げたのこれ、後ろ松永で、はい、これ入れるのよ3番手、はい、阿部海斗とあれの、うん、渡辺正人の正光、はい、逃げちゃうんだよな、もったいない、でも2着でしたっけ、確か、そうなの、はい、だから何も言えないだろうってのあるんですよ、はい、ただね、ただ強いね、強いと思いました、うん、先行しちゃうから何も言えない、逃げちゃう、なんで逃げちゃうのかなと思うんだよな、はい、逃げ屋じゃないのに、うん、明日は水戸です、明日の曜日、木曜、はい、じゃあ明日また準決、あ、二次予選いきますか、はい、ね、DC は相変わらずまあもたついてますね、もたついてますはい、まああれだよな、もう自分の立場を分かった方がいいな、自分の立場とか力とかそういうのを全部勘案して、てめえの足元よく見てる、見ろよって話だな、俺からしたら。と思うでしょ？みんなそうだよ。俺だってそう。やっぱ自分のことやっぱ足元見失ったら終わりだから、人間は。そうそうそう、そうですね。で、言わなきゃいけない、言われなきゃ分かんないことばっかりじゃ困るでしょってことです。はい、長い時間ありがとうございました。そう、またですね、いいねも押していただいて、気に入っていただいたらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。また明日頑張ります。お願いします。